まずはじめに鶏胸肉です。皮と余分な脂を取ってください。そして厚みを均等になるように開きます。で、軽くラップをして、だいたい厚みを2センチ厚さになるように均等に叩いていきます。厚みが揃ったら耐熱皿に乗せて軽く塩を振ります。全体をよくなじませてください。ここにお酒です。大さじ2杯ほどたっぷり入れて、ふんわりとラップをします。600ワットのレンジで4分ほど加熱しましょう。続いてじゃがいもです。じゃがいもは皮をむいて半分に切ります。だいたい 1.5 センチ幅の半月切りにしていきましょう。そして水にさらしておきます。水にさらしたじゃがいもの水気を切って鍋に入れます。ここにひたひたになるぐらいのお水を注いでください。塩小さじ3分の1程度を加えて火にかけていきます。煮立ったら中火にしてコトコトと8分ほど茹でていきます。続いていんげんです。いんげんは軽く筋を取ってください。鍋に入るぐらいの長さに切りましょう。軽く塩を振って板ずりをします。そして沸騰湯で柔らかくなるまで茹でていきます。それではいんげんができたのでザルにあげていきます。今日は水に取らないので、このように広げて手早く冷ますようにしてください。水に取ると水っぽくなるので、今日はこのように木揚げしていきます。トマトはヘタを取って一口大の乱切りにしていきます。続いてピーマンです。ピーマンはヘタを落として種を取ります。そして 2,3 ミリ厚さの輪切りにしていきましょう。じゃがいもです。少し時間の前に竹串を通して硬さを見てください。柔らかいものから順に引き上げていきます。竹串がスーッと通るぐらいの柔らかさまで茹でていってください。これで粗熱を取っていきます。アンチョビは斜めの細切りに切っていきます。続いてゆで卵です。ゆで卵は4等分のくし形に切っておきます。続いてドレッシングを作ります。少し大きめのボウルに塩コショウ、マスタード、そして赤ワインビネガーを加えてよく混ぜます。全体がよく混ざったら、ここにオリーブオイル大さじ4杯から5杯加えていきます。そしてしっかりと乳化するまでよく混ぜてください。ドレッシングができたら、大さじ1杯ほどのドレッシングをじゃがいもにかけます。ここが今日のポイントです。じゃがいもにドレッシングを少しまぶして下味をつけることで、じゃがいもの美味しさがぐんとアップします。それでは粗熱が取れたのでさばいていきます。今日はサラダに使うので、少し食べやすい大きさの大ぶりにこのように裂いていただければ大丈夫です。このようにさばいたら、蒸し汁につけて完全に冷ましていきます。レタスをちぎって器に盛ります。先ほど下処理した食材を彩りよく並べていきましょう。このように盛り合わせたら、先ほど切ったアンチョビです。そして水気を切ったオリーブ、ゆで卵も飾っていきます。最後に輪切りにしたピーマンも飾って出来上がりです。いただく直前にドレッシングをたっぷりかけて全体を混ぜてお召し上がりください。夏にぴったりの彩り豊かなサラダです。アンチョビやオリーブが味のアクセントとなり、食欲をそそります。